ミライコネン、バーチャルグランプリには全く興味なし。アルファロメオのキミライコネンは F1 が公式に開催しているバーチャルグランプリへの参加に興味は持っていないと言います。すでにシャルル・ルクレールら7人の現役 F1 ドライバーが参戦しているバーチャルグランプリですが、40歳で現役最年長のライコネンはコリエデ・デロ・スポルトに対して次のように語っています。全く関心がない。リアルなトラックに戻れるまで待ちたい。シミュレーター作業が好きではなかったわけではないけれど、シミュレーターに座るためにイタリアに移動することは僕がこの仕事を選んだ理由ではなかったということだ。 F1 チームのシミュレーターはゲームとは完全に別物で非常に複雑だ。でも実際にコース上で走るのとは違うんだ。はい、まあいや、めんどくさいってことでしょ。はい。せっかくこの間大人になったなって言ってたのに。ちょっといいこと言ってたもんね。そうですね、やっぱ元に戻っちゃうんですね。まああれじゃないですか、家にあのシミュレーター一式用意してくれたらやりますよっていう感じじゃないですか。まあやっちゃってもいいけどみたいな。そのシミュレーターをもう揃えること自体がめんどくさいっていう。なるほどね。送られてきても俺組み立てないよ。邪魔だから持って帰ってみたいな。でもなんだかんだあればなんかやりそうだし、やったらなんか楽しみそうだと思いますけどね。まあもともと好きなことしかやりたくないっていうタイプの人だから、うん、もうやってみて楽しかったら全然やると思いますけどね。だからあのセット組んであげて、最初にあの WRC のあのゲームやらせて、ね、そう多分ラリーの方がいいと思うっていう、うん、そこから F1 の方に引きずり込む。そのやるそうだ、うん、いやそっちの方がいいと思いますよ、うんうん、そっちに参戦するかもね。EWRC の方に。EWRC の方に。まあまあそれでもいいと思いますよ。ライコネンはまあシミュレーターは好きじゃないっていうのはね、昔から言ってますけどね。まあやっぱもともと感覚派のドライバーの人はやっぱりそういうのは好きくないですよね、うん、多分気持ち悪くなっちゃうからね。まあ、そこまでおじさんかどうかわかんない、うん、三半規管の問題ですけど、うん、まあ、やっぱり感覚で車をすごく捉えて走る人、うん、その車の動きとか滑り方とかをステアリングだけじゃなくてもう体全体で感じて、いわゆるお尻で感じて走るっていうタイプのドライバーは、うん、やっぱりシミュレーターとかあんまり好きじゃないんでしょうね。だからラリー好きなんだね。まあフィンランド人ですからね、うん、ああそこそこそこ。まあね、F1 公式のバーチャルグランプリに関しては、うん、F1 ドライバーだったらそのもちろんリアルじゃないっていう問題はあるんだけど、うん、リアルだろうがリアルじゃなかろうが、あの視聴者が求めてるのってそういうことじゃないから、エンターテインメントとして F1 ドライバーが勢ぞろいして争ってるところを見たいわけですから、だから F1 ドライバーなのであれば参加してほしいなと思いますけどね。それはもう F1FOM が全員に義務付けるとか、チームの方があの出席させるとかっていう風にしてないと、それはドライバー個人の意思に任せたらそれはめんどくさいことやりたがらない人はいっぱいいますよね。でも仕事として参戦しましょうよっていう風にやらないと、なんかそこがあの見ててすごくもったいないなと思うところで、ね、F1 の公式のイベントだったら参加しなきゃいけないわけじゃない、 FIA 会見だったら参加義務があるわけじゃないですか。それと同じようにあれも余興だっていう位置づけじゃなくて、 F1 公式のイベントだから参加してくださいってやればいいのになと思いますけどね。だからもう公式にしてちゃんとそのバーチャルランキングもちゃんと作って、そうですそうです、ね、本当に、うんうん、まあ、だからインディーがねアイレーシングチャレンジってやってましたよね、うん、でそれは僕見たんですけど、はい、まあ、正直羨ましかったです。彼らはものすごくちゃんとやってたから、うん、あそうなんだ、へ、あのもちろんドライバー全員そのほぼ全員参加してるし、うんうんうん、まあ、参加できない人もなんか、ね、ゲストとかって感じで出るし、うん、例えばあのアンハートジュニアとかがゲストで出たりするわけですよ、ドライブしたり、うん、でちゃんとそのイベントとしてエンターテインメントとしてやってるから、ただドライバーが参加してレースしますじゃなくて、うん、ちゃんと普段のレース の, そのイベントとしての流れとか全てをちゃんとやって、例えば、ゲストの歌手の人が
リモートなんだけど、うん、国家斉唱ちゃんとするとか、ちゃんとその有名なコメンテーターの人が出てきて、うん、スタートエンジンっていうあの掛け声やるとか、そういうのをすごくちゃんとやってて、うん、番組作りとしてすごくきちんとやってるから、うん、でそこに対してドライバーも全員ほぼ全員参加するじゃないですか。それに比べると F1 はすごく残念だなと思うし、エンターテインメントとしてのレベルがすごく低いと思ったし、言ったら悪いけど国内のレースに関してはそれがオフィシャルなものとしてはやられてないわけじゃないですか、ね、それももっと残念だなと思うし、だからまあやっぱ求心力がないってことだよね。チャリオジがやるぞって言っても離れてんの前みたいな。まあそうですね、バーニーだったら一声かけたら絶対やってますからね、まあみんなも空気読むから、なんかバーニーやるって言いそうだよねっていうのでもう準備しちゃうだろうからね、あ来たよ手紙みたいなファックスとかで来そうです。よー全員のうちにだからこの機械がバーンって一斉に送られてきて、で多分全部で、ね、自分のカラーリングとかも全部されたやつすごい届きそうで、ね、FOM のスタッフがずっと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 できなくはないですよ。ちゃんと NBC とテレビ局がちゃんとやってるわけで、それを、うん、あとチャリオジからしてもオラが国のインディーがそれできてるんだから、そう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 、アメリカのちゃんとしたエンターテインメントのスタイルでやれば、うん、F1 だってできるはずなんですよ。それは、そう、もうそれが本当まさにそのあのリバティここにありっていう、ね、チャンスだもんね。ね、全然です。チャリオジ、違う意味で、違う意味でチャリオジここにありを表現しちゃった。まあ、ライコネンに限らずね、まだ7人しかね、あの、はい、参加されてませんので、残り13名、はいはい、が登場する日をね、皆さん心待ちにしてみましょうというね、ニュースでございました。はい、ありがとうございました。